はずみつねを12月18日から1958年6月6日は日本の映画評論家である。映画の宣伝マンの傍ら、批評活動を続け、途中映画プロデューサーを務めたことがある。23歳の時に脚本家としてもデビューしている。本名は松本栄一、サイレント映画の時代に活躍した映画監督の松本栄一とは別人である。 1908年12月18日、東京市に松本栄一として生まれる。1931年22歳の頃、南部系のスケラと雑誌、新映画を創刊した。1932年23歳の時には、富士映画社で安倍豊監督、岡田時彦主演のサイレント映画、も、男性初当制立志特か本巻一の脚本を書き、同作は、 同年10月6日に公開されている。1934年25歳にして、東和商事の宣伝部長に就任、同社が輸入、配給するヨーロッパ映画の宣伝に尽力した。その傍ら評論活動を続ける。1945年8月15日、36歳の時に第二次世界大戦の終戦を迎え、翌1946年には東方に移籍して、 映画プロデューサーとなり、3本の映画を制作した。1947年には、新東宝に移籍し、1950年までに9本を制作した。1951年、42歳の時、東亜映画が再発足し、同社の宣伝部長に復帰した。1958年6月6日、死去した。満49歳没。 一周期を迎える1959年6月、岸松尾、長男、はずみありひろらの手で、はずみつねおが刊行された。ありがとうございます。